録画起動してるですかね、今日はですね、水曜日ですけれども、仕事がやや早く終わりまして、で急遽あの、川口湖だっけかな、あの最高の富士のね、富士五湖の最高のすぐ近く、まあ川口湖なのかな、のところにある、ゲストハウスを急遽取りまして、今日はそこに泊まろうかなと思ってます。でまあそこが最終目的、今日は目的地なんですけども、一旦まあ今日は一旦道市ですね、道の駅道市に、行って、ちょっとそこで、ご飯でもまあお腹空いたら食べようかなと思ったけど、お腹空いてないんでまんま、今ちょっと休憩かな、そんな感じですね。やっぱりね、この前の長野とはちょっと違って、まだまだこの辺は色づいてないですね、紅葉はしてないって感じです。前ね、だいぶ前ですけど、何年前だろうね、こっちの道から道市に行こうと思ったら、途中のところが土砂崩れかなんかで、行けなくて、鶴の方からぐるっと回って行った記憶がありますね。眩しくて見えねえまぶしいなこれ本当に。ああここでようやくあれか、さっきの県道76号ですね、あの右行くと。これ何これ、300号中野倉通行止めって何これ、まあ結構いるなぁ、こんな平日なのにね。
行こうよ。ここでいいのか？全然わかんない、暗くてわかんない。左側、目的地は左側。あ、ここだ、ここだ。はい、ですね、今日は河口湖近くの、ドットホステル&バーさんに、泊まりました。ここがですね、それの駐車場なんですけど、目の前に、富士山が、よく見えますね。お宿からもちょっとだけ見えましたけど、はい、じゃあちょっとね、今日の朝ね、またね、夜明け前ぐらいに目が覚めまして、めちゃくちゃ寒かったです。その時の気温は3度ぐらいだったですね。じゃ あ行こうかな。よいしょ。でちょっとね、今からその大石公園というのがすぐ近くにあるみたいなんで、それに行きたいというふうに思います。こちらが泊まったとこです。今回ね、前日に予約したんで素泊まりだったんですけど、すごく良かったですよ。落ち着いてゆっくりできましたし、はい。あ、ここですね。あはははは。はもう素晴らしいですね。あ、じゃあちょっとその辺に撮らせていただきますか。いやー、なかなか、これが河口湖橋ですか。ははははは。この山自体がなんか太宰治のカチカチ山のなんかモデルになったとか、なんかそんなような。もうこの階段だけで疲れちゃった。往復10分。すぐ来るんだな。はい、ロープウェイのゴンドラを降りて、山頂の、展望台のところまで来ました。ちょうど河口湖大橋渡ってきまして、どの辺だあっちかな、あっちか、あっちだ。
あの辺からに、止まって、走ってきて、で川口港を橋渡ってここ来たっていう感じです。いやあれがあれかな、川口湖インターチェンジかな。 あれ富士急だね。ああ。で、あの辺があれかな、北富士演習場かな、こんな感じだね。違うかな、ゴルフ場かな。いやー今日は綺麗に晴れた。あたぬき団子っていうのを頼みました。400円です。結構大きいです。でね、もう一個うさぎ団子っていうのもあるんですけど、それがこうきな粉まぶしたような感じなんですけど、どっちも美味しそうなんですが、2つは食えそうもないんで、うわあの円の中にいるって言って、あ全然食べた。あいた、オッケー、はい。とこにありますね。すごいな。ここ？ここかな？これだね。はい、位置をつきました。あー見えますね、ね、あそこ、うん、ね、なんか日本の昔の田舎って感じでいいですね。あーいいね、なんか本当に、本当にね、本当に日本の田舎だね、いいね、なんか本当に、お食事どころなのね、ここ。今ね、富士山が雲に隠れちゃってますけど、こんな感じです。